はい、どうもこんにちは、ケントと申します。今回はですね、テレポート系、ワープ系の知られざる新事実ということで、僕もツイッターで知ったんですけど、ちょっと結構驚きの仕様だったんで共有したいと思います。よければチャンネル登録または高評価お願いいたします。これね、春じゃないですか。で、よっとテレポートでワープで相手の目の前を通り過ぎると C4 がつくってやつですね。あれ、どこ行った C4 あった。これは、スネークに限らず、例えばロックマンとかシズエでも可能なんですよね。やってみましょう。よいしょ。これ結構実戦で使える気がするな。体の部位、当たった部位によってひっつくかひっつかないかは結構変わってくるっぽいですけど、ほらこういう感じね。背面やと当たりにくいのかな。目の前に当たると当たりやすいんかな。これが一番便利かもしらんな。しずえの下 B を避けれるのはだいぶ便利。テレポートでしずえの下 B を避けるっていうのはめちゃくちゃいい対策になるかもしれませんね。メタナイトとかでも可能なんですよね。いやー、便利やなこれマジで。これちなみにガードしてても大丈夫なんかな。あー、すげえ。ガードしててもちゃんと C4 とかを張り付いてくれる。ゼルダも可能。あれ、いけるな。ただしずえの下 B は無理。あ、やっぱシーク無理やんな。あ、これはちゃうねん。くっつく系は結構いけるな。完全についてるな。スネークやったらどの技でもつくな。シズエの下 B みたいな設置は結構キャラが選ぶかもしれませんけど、スネークの C4 とかは全キャラつくな。ゼルダも大丈夫。やはりテレポート系というか一直線に移動する系ですね。ミュウツー、パルテナ、ゼルダはシズエの罠も大丈夫。いろいろ使い道があるかなと思います。皆さんも知ってたらもう申し訳ないですけども、僕も知らなかったので情報提供として、動画を出させていただきました。よし、じゃあ一回自然に試してみるか。3、2、1、ゴー。よし、最近俺が有利ってつけてるキャラクターに勝率怪しいねんな、マジで。シズエやったりヒットレやったりクルールやったり、俺が有利と思っているのが、いやー、シズエも無理か。シズエ体ちっちゃいもんな。普通にうめえよ。足の、いや足のやな、これ勝ってやんな。
いやー、しず取れ、捉えにくいな。うまい。ミスった、危ねー、今のはミスった。反射的にガードして持ってたの。まずい、あーよかった。低評価1か2は絶対作れんな、何やっても。ヒプロックさんいらっしゃい、いつも来てくれてありがとうって言いながら俺は運ばれてます。俺はビタミンさんに、あーうめほら。エンディングさんいらっしゃい、入っていいですか、どうぞ。ラッキー、朝を崖捕まるよってやってんな。ここでやらなあかんねんな。オッケー、ありがとうございます。セスナさんこんばんは。あ、今1ついってる、低評価もう絶対つくからな、低評価は。